皆さんどうもどうもよろしくお願いします。ドラゴン TK です。ではね、今回もエンターテインメントやっていきましょう。ということでね、一応この中から見ていきましょうか。え、さやかおった。なに、ああこれは喋らんねや。どうしたのさやかさん、なんだか嬉しそうだね。お三方ぶりのお客様ですので、少し心が弾んでいるだけです。かわいいな。皆さん、お求めする時間がもう少しかかりますので、いろいろと遊んでいてくださいね。うん、そうする。やばい。さあ、何かね、見てるんですよ。ちょっとはい、ググる。ちょっとググって、女性と、うん、何かな、違うと思う。女性服とかやったらわかんねえよな。いや、ジョジョやんかっていう。まあ、それはいいとして。見てのとおりで何もないところですが、まあ、ゆっくりしていってくだされ。そうする。なんかさ、女性、うん、言い方に気ぃつけたら、うん、いけるわ。はっきり言ってさ、あれ、ちょっと、ややこしくね。女性、上がったらあかん。上がったらあかんね。女性、うん、発音の仕方に注意しようね。ね、寝る場合は。よし。いいわね、この里。今みたいに切羽詰まってなければ、ずっと痛いくらいだわ。なんだか、ロンドンよりずっと空気が美味しい気がするわ。ああ、そうなんや。ああ、なんか、こういった感じの、風流な感じが、カリーも好きなんかな。そんな感じがするぞ。こいつは、ああ、なんでこんなに僕に住んでんの。ジョアットシティに移ればいいのに。そうは思いません。こちら将軍様より、配慮をつかまつった後、しみだりにこの地を離れることなどはかないません。京都シティと藤山を挟んで真裏のこの地より将軍様を補佐することこそ、我代々我ら里の侍の務めにございます。興味なさそう。こいつは美人さんと珍しい、まあ、下かもよりよんだがの、マクリまで一体何をしに行きなさるの。技術の修行しろって言ってもどんな術なのか、何をしろいいのかさえもよくわからないんだけどさ、お主のような役柄はときどきこんなことに来るがの、習得できたものは長らくおらんと聞いておる。術自体がどんなものかはもはや正規には伝わっておらんが、でも吹き飛ばすとか帽子を振らせるとかそういった類のものではないらしい。そうなのか、ちょっと若いだな。若い技術を求めるもいいが、自らを鍛えることを忘れちゃうならんぞ。そういうことやで、ね、ないろんなことをしてもいいけども、その前のねことをコツコツとやっている人が報われるということや。要はでもなんか走ったら走ってる。星の行く潮見強い少年、星の行く潮見強いや。いやねえねえ、さやかお姉ちゃんが連れて行ったじいさんってお兄ちゃんたちのこと、いじんさんってさやかさんに連れてきてもらったらそうだけど、いじんさんもいじんさんだよ。ジョートシティとこの里に住んでる人以外はみんな偉人さん。じゃあもう一回聞いとこうか。そうだよ。どうかしたのかい。変な格好してるんだね、偉人さんって。僕ね、偉人さん見るの初めてなんだ。戦争の命令で偉人さんはすぐにシティから追い出されちゃうし、それにこんな迷惑は里まで来ないから。なるほど。まあいろいろ見ていこう。お前さんが高い美人のお客さんとは、大変なんぞ連れてきたそうじゃないか。何この空気。何かの空気、怖っ。何、さっきの戦でのことよ。大したことではないけ。ないがなのは、右前として当然なことはしたわ。軍師の命に従い、少数の我らを大軍で飲み込んで、完膚なきまでに打ち破りしただけではないか。ただ相手がライガ殿の巨本の里の人間で、わしのようなゴミ尻がおっただけじゃろう。
会が終わりたいね。ゲームをやめたいね。あなた、もしかして最高業者を目当てにわざわざこの外に。あ、割れた俺。いや、違うけど。最高業者の体を見てろよ。だって俺は前に別れたとこに、まだ耳障りを立てているらしいわ。お前、どれだけの男が、それだけ生まれるってことは、一般のすごい人なんだな。あ、割れそうだった。危ねえ、俺。おい、俺。で、おい、俺。よ、何がさ。あ、妻か。あのさ。一つ聞いてもいいかな。さやかの父上のことか。ああ、まあ尋常じゃない嫌われ方だけど、一体何があった？ロンドンシティと京都シティが戦争をしていたことは知っているな。おう、授業で習った。気がするんけ。その戦の折、私は軍を率いこの里を攻め、そしてこの里の者たちをたくさん殺めたのだ。それゆえあのご老人は私を憎んでいる。でも戦争だったんだね。だったらライガさんの責任じゃ。いや、私の責任だ。語りすぎたな。忘れてくれ、アツマ。別にいいけど、話したくなったら俺はいつでも聞くからね。あの上は何かあるから、あっちも何かどうじゃ。受け口があんまり全てにいるんでびっくりしたかの。え、いや、かかった拡散でもよいて、全ているのは事実じゃ。一昔前の戦で里の者を皆勇敢に戦い、多くが名誉ある戦士を遂げ回した。里が全ているのはそのせいじゃ。決してあげることにはござらんの。そうか。何もないんかい。何もないんかい。いや、ちょっと待って、ここなんか字はなかった。何も宝箱一つや二つぐらいあってよくないと言ってもいいと思うんやけど、なんか行くだけそうやんか今の。ちょっとさあ、変えてよ今の時間。っていうのはまあ無茶なんですよ。にしてもね、これ何かできたっけ。武器構成できるし、野球少年もあんのか。お、大きくなってるやんか。いろいろやっていこう。ロード・オブ・オニキス、いや、ロード・オブ・ジャック、ロード・オニキス、スフィンクス、あ、来た。スフィンクスもやっていこう。スフィンクスやっていこう。サイズ4、すごっ。やばいやろ、え、こいつらに覚えんの。覚えてんの。グラビティ・ドレイン、アース・ストライク。音おかしなってるよ。美人さん方には最高業者も助けていただいてそうで、本当にありがとうございました。そちらの方もありません。私たちがもう少ししっかりしていれば、最高業者もこのような苦労は焦げずに済むのですが、しょうがないわな。お、なんかこれもあったね、回復中の。いや、ありすぎだね、ありすぎだね。思いぜ、援助金の打ち切り、次の戦に負けてからというもの。どっちもですが、この世界に対してすごい仕打ちばかり、せっかく来ていただいてるのでご承諾できません。ああ、あれか、あれか。代々将軍様は即位なさる際に役を立てから霊峰に入り、我ら一時の代表の立ち合いのもと即位の儀を取り仕切り、取り行うしきたりなんです。ですが今の将軍様は、ああ、あかんってことか。ああ。どうしたユキ。やっぱり金目のものないな。金目のものかい。お前、本気で探してたのか。ちょっとは変わったかと思ったんだけどな。合法的にお金儲けする分にはいいでしょ。そうやね。もう。これからは合法と非合法の合間をギリギリくぐり抜けてみせるわ。ちょっと。いや。
や、ギリギリじゃなくて真っ当に儲けろよ。そうそう真っ当に儲けろよ、ほんまに。ちょっと、勇気いや、話すところなんやから、お前は。いや、好きにまたなんか非合法なことやってんちゃうの。ここら行けばいいかな。なんかそんな気する。この上行って、この上行って、ここじゃないや。最悪お嬢様を連れしたお客人とはいえ、ここら先は援護援助を願いたい。そういうものの城老人、お前強いわ。この門の先は資源所。代々我ら一族がお守りする神域で神域で。人気ですじゃん。一族のものでさえめったなことでは立ち入ることはありません。許可されている。なら戻ろうもな。全部見て回ってどうしよう。一旦戻ってさやかをちょっと、さやかとちょっと何かしたいね。何かしたい。ちょっと俺なんかちょっと下心が下心がやばいんやけども、まあそれはまあ置いといてね。ほんまに綺麗でしっかりな人ですからですね。いや、美人な人がね、どっちってのは簡単だけど、でもせやはほんまに仕事的やね。なんか怒んのかな。何も怒らんけ。お、並べられている。あ、アツマ殿、寝床の支度ができましたよ。他の皆さんは。そろそろみんな戻ってくるんじゃないかな。うん、戻ってくるんじゃん。まあ、来た来た。待たせたな。この里って空気が美味しいわね。自然豊かなとこやからね、空気を知るのは事実やろな。堪能しちゃった。空気はお金にならないからな。そこかい。皆さんお揃いですね。では手狭で申し訳ないですが、今に床を用意しましたのでお休みになってください。うん、ありがとう、さやかさん。わざわざすまんな。あ、ん、どうした。そのライガはちょっと別の部屋で寝てもらおうかと。うん、それは構わんが、一体どこ。案内します。こちらへ。いや、なんかさやかね、積極的。なんかライガ、あ、ちょっとやばい。ライガの寝床は違うか。ここです。ここは物置じゃん。ちょっと、こんなところで寝ろっていう気なの。客に向かってどういうつもりよ。そうだよ、ライガのおっさんかわいそうじゃん。それは、父上の命か。あ、はい。ライガを家の中で寝かすのはならんと、野宿はあまりにということで、なんとか物置まで譲歩してはいただいたのですが。え？え、譲歩したんそれね。ちょっと、さすがにひどいんじゃないの。私、行ってくる。おやめください、カリン様。火は私にあるのです。でも。良いのです、カリン様。さあ、明日も早いのですから、ゆっくりお休みください。わかったよ。ほら、アツマも行くわよ。どうしよう。俺どうしよう。もう俺やったらライガと一緒に寝るかな。あのさ、俺、ライガさんと一緒にここで寝るわ。ん？アツマ、私は別に。違う違う、勘違いしないでよ。ライガさんのためとかじゃなくて、カリンのいびきとユキの歯ぎしりがひどいからさ、一緒だとよく眠れないんだ。だから最低。ほっと失礼しちゃう
きでごゆっくり。いった。では、私も失礼いたします。やっぱね、男同士の働いてるものもあるかなと思ったから。よかったのか。お前は別にここで寝る必要はなかったのだぞ。いいの、いいの。たまには男同士で渋い話でもしようぜ。渋い話。渋い話。そうそう。男だけが分かり合える渋くてかっこいい話だよ。うん。渋くてかっこいい話か。うん。では囲碁の話をするか。囲碁。囲碁。そうだ。そもそも囲碁とは農耕技術の進展につれ正確な暦の必要性から天文学が発展し、その知識と当時の思考風土から囲碁が生まれ、諸侯、文化人、そして民衆に伝播していったと言われている。わからん。そしてなんか頭寝てそう。なんかまたある高名な学士は碁についてこのように説いている。天元の意志は中央に意して地方に号令する君主のようなもので、この意志を除く360は終点の数と同じで、これらを四分して春夏秋冬の季節となし、一季は一隅に当たる。また外周72項に形取り、局面を天地に支配して石の黒白を陰と陽になぞらえた。私はこの話を聞いた時、思わずなるほどと膝を打ったわけだ。やっぱり寝とった。これ朝はちょっとわからんからって寝るのやめた方がいいよ。渋いじゃん。あれ怒ったの？冗談。ライガさんとサヤカさん、こんな夜更けに二人で一体何を？あつま想像しすしすり想像しちゃった。確かあの二人もともと婚約者って言ってたし、何話してるんだろう。あつま聞き見立てるとしてる。あ、大丈夫？見つからん？私聞きました。何をだ？ライガが騎士団を出奔したのは私のせいですか？違う。しかし桜花殿のことも聞きました。亡くなったと。ああ、私が殺した。私のせいですね。何だと？元はといえば、あの戦の折に私が桜花殿に負わせた傷が。お主は何も関係ない。関係がない？そうだ。
あれは私と桜花の問題だ。桜花の傷のことも、あやつがこの里でやったことを考えれば当然の報いだ。ならば何故騎士団を抜けられたのですか。桜花殿のことが当然の報いであるならば、あなたが騎士団を抜ける必要などなかったでしょう。それはあなたはいつもそうです。一人で何でも背負ってしまう。あの頃から何も変わらない。あなたが何でも一人で決めて、私はただそれに従うだけ。私はただあなたがいつか戻ってくるのではと心待ちにするだけ。まるで餌を待つ子猫ですね。ああ、ずっと思ってるんや、ライガのこと。こんな夜更けに呼び出したのは私をなじるためか。ならばもう十分だろう。では違うんやろうな。なんかわかるなんてなく。あーたこ、やば、ライカさんがこっちに戻ってくれば。寝床に戻ろう。寝床に戻ろう。ちょっと、あ、寝た。あさっきのって一体何だったんだろう。やっぱり戦争の時に何かあったんだろうな。けどさ、もう戦争は終わったんだから仲良くすればいいのに。それができんのが人間やねんて。なあ、後までは分かっててもね、どうしてもね。ってそんなに簡単にもいかないか。いかない。さやかさんも言ってたけど、ライガさんはあんまり人を頼らなさそうだからな。どうすればいいのかな。考えたらあかんで、やつは。まあダメだ、思いつかないや。うん、そういう時は直感で物事を言うべし。とりあえず寝よ。とりあえず寝よ。寝るんかい。大丈夫か、ほんまに。さて、じゃあ京都シティに行こうか。止めてくれてありがとな。いえいえ、ぜひまた来てくだされ。あれ、そういえばさやかさんは。さやかは一足先に京都シティへ向かわせました。時宗様との取り次ぎをせねばなりませんからな。皆様が着く頃には京都城の城門で待っておるはずです。そうなんだ。うん、ライガのおっさん寂しいんじゃないの。いや、そんなことはない。なになに、釣れないわね。それとも照れ隠し。本当は焼けぼっくいに火がついて大規模な大火事になってんじゃないの。ユキ、いいから早く行こうぜな。早く行こうぜな。大丈夫か、アツマ。何焦ってるのよ、アツマ。いいから、ほら、出発出発。じゃあ行った。よし。あ、じゃあパーティー編成まだやっていいかな。えんどっち。ちょっと待って。マジかこれ。ちょっと、あ、じゃあ間違えた間違えた。ちゃい、間違えた。いちいちなんか抜けたらまた入れなあかんっていう、そのめんどくささが嫌やな、このゲーム。今ではさ、そういうこともなくなったよ。テイルズ・オブ・シリーズとか やったりさ、いろんなゲーム、RPG のゲームやったりするけど、ないけどさ、まあこれはね、PS3 初期の初めての RPG のゲームですから、そこら辺はしゃあないかなって思うけどね。じゃあ行きますか。いや、ちょっと、まあ行って終わってもいいんやけど、まあ、今回これにしておきましょうかね。まあ、ここまで来て終わりにしましょう。では、次の動画で。ご視聴ありがとうございました。もしよければね、チャンネル登録のところを3回ポチって登録お願いいたします。 Twitter の方も同じでね、3回ポチってフォローお願いいたします。僕はね、 YouTube 上でゲームタイトル五条縛りというものをね、主にやっております。詳細はね、概要欄のところにパート1を集めた再生リストの URL と Twitter の URL とともに書いてありますので見てください。では、さらば。